栄誉騎士、忙しいところ来てくれて感謝する。手短に話そう。騎士団から君にある特殊な任務を依頼したい。状況が許せば私も君とゆっくり話をしたいのだが、今はモンド城の安全を優先しなければならない。実はここ最近、ローレンス家の人間がファディと深くつながっているとの報告を騎士団員からたくさん受けているんだ。またファディかよ。でもローレンス家ってどんな奴らなんだ？過去のモンドには旧貴族によって支配されていた暗黒の時代があった。高等の王から取り戻した自由に再び枷がかけられ、それにより奴隷制度に拍車がかかったんだ。初代ダンディライオン騎士バネッサ様が革命を起こし、旧貴族の支配を覆した。そしてセピロス騎士団を立ち上げ、今のモンドへと変わった。その渦中にあったローレンス家こそがモンドに苦しみを与えた旧貴族だ。ああ、オイラ分かったぞ。悪者の末裔がファデュイと一緒になってまた悪巧みをしてるんだな。今はまだ疑惑の段階だ。確かな証拠はない。今日君たちに来てもらったのはこの件を調査してもらいたいからなんだ。それは旧貴族と騎士団は過去敵対関係にあってな、騎士団は長い年月をかけて双方の軋轢を解消しようとしたんだが、貴族の末裔は未だ騎士団を敵視している。私たちがどんな態度で彼らに接しようともいい結果にはならないだろう。過剰な反応を引き起こしてしまうだけだ。調査という名目で押し入ることは可能だが、もしこちらの早とちりであればまた彼らに不信感を募らせてしまうかもしれない。そうなれば今までの努力も水の泡となる。君は騎士団の中でも最も適任なんだ。その身分を強調する必要はない。君は遠くから旅をしてここへ来た旅人だ。この町の多数派ではない。であればそこからローレンス家のあの貴族と共通の話題を探すこともできるかもしれない。彼と友好な関係を築けばファデュイとの一件も探れるだろう。さすが神団長、隅々まで考えが行き届いてるな。そんなことないさ。ただ外交問題で蓄積してきた経験を生かしただけだ。そのローレンス家の人間はシューベルトという。最近はモンド北側の城壁付近をうろついているらしい。とっつきにくい性格のようだが、きちんと向き合って話せば問題ないだろう。協力感謝する。何か問題があればできる限りのサポートはさせてくれ。ん？誰だ貴様は。こんにちは。オイラたちは。こんにちは。どうしただだと。私の聞き間違いか。軽々しく挨拶をしてくるなど軽薄で無礼であるぞ。私を知らないとは無知な外来者か。私はシューベルト・ローレンス、正真正銘貴族の末裔である。私に話しかけたいのなら言葉を選んだ方がいい。そのような程度の低い言葉は聞くに耐えん。さあ、分かったらさっさと片膝をついて謝罪の言葉と自己紹介でもしたらどうなんだ。それが礼儀というものだろう。え、そんな礼儀聞いたことないぞ。皆がそれをわきまえていた時代はそのような礼儀作法など基本中の基本、常識だったのだ。貴族に対し無礼を働いた場合、少なくとも鞭打ちの刑に処されていた。それが今はどうだ。規則は廃れ、礼儀作法も忘れ去られた。腐敗しきって見るに耐えない。何、旧貴族の尊厳を疑っているのか。教えてやろう。ローレンス家は確かに没落したものの、我ら末裔は今もなお
栄光を取り戻す機会を伺っている。周りの人間が規則に従わないからこそ、私が貴族の高貴さと礼儀作法を主張し続けなければならない。なぜなら生まれた時点で格が違うのだから。もういい、貴様の言動にはうんざりだ。凡人に話すことなどない。それに貴様に礼儀を教えてやる義理もないしな。まだ大事な用事があるんだ。失礼する。新団長からしたら、あれがとっつきにくいで済むレベルなのか。まあとりあえず一旦戻って相談しよう。あ、栄誉騎士、まさかこんなところで会うなんて奇遇だね。私もちょうどこの辺りを偵察してたところなんだ。あれ、その表情、なんか嫌なことでもあった？神団長から依頼を受けたんだけど、失敗したかもしれない。大丈夫、気にしないで。失敗なんてよくあることだよ。私だって毎回有力な情報を探せるわけじゃないし。だから元気出して。そうだ、私も手伝うよ。一体何が起きたの？神団長からシューベルト・ローレンスっていう人と友好関係を築いてくれって頼まれたんだけど、でもいざ会ってみたらすごく変わった性格をしてて、まともに話すら聞いてもらえなかったんだ。あ、私その人知ってるよ。きっと礼儀知らずって言われたんでしょう。私も何回も言われたよ。ローレンス家の人はそういうことにこだわるから。え、みんなそうなのか？貴族は貴族なりの矜持を持つべきだっていうのが彼らの考えだね。まあ言ってる意味はわかるけど、この時代を生きる人じゃないって感じがするかな。でも中にはそうじゃない人もいるんだよ。例えば私の友達のエウルアとか。友達？そう、彼女はローレンス家の人間だけど、同時に騎士団の第四小隊の隊長でもあるんだ。エウルアは特別なの。彼女は一族の人と違って自分の考えを持って行動をしてるから。言い換えれば彼女は一族の規則をあまり気にしてないってことかな。あ、でも彼女もローレンス家の人間との付き合い方をちゃんと理解してるからね。会ってみれば私が言ったことがわかると思うよ。でもそのエウルアっていう人がローレンス家の人間なら、どうして神団長はエウルアじゃなくてオイラたちに頼んだんだろう。それは一言では説明できないかな。簡単に言うと、エウルアが騎士団に入ったことで一族からあまりよく見られてないみたい。彼らからしたらエウルアは敵に寝返った裏切り者なのかも。でも彼女は親しみやすい性格だから、困ってることを伝えたらきっとシューベルトさんと打ち解ける方法を教えてくれるはずだよ。確か朝暴風山地の方へ見回りに出たから、そこに行けば彼女に会えると思う。おう、ありがとう、アンバー。じゃあ早速彼女を探しに行こう。気をつけてね。私も偵察に行かなきゃ。まさか騎士団にそんな人がいたなんて。ローレンス家の礼儀作法を教わるならローレンス家の人間を探すのが手っ取り早いだろうな。you
手際がいいわね。彼らは私が長いこと目をつけていた標的なのに、手柄を横取りにされた感じだわ。これが早い者勝ちというものかしら。まったく、この恨み覚えておくわ。そうよ、ここの異変に気づいて急いで駆けつけてきたのに、君がファデュイを追い詰めてるんだもの。手柄を逃した上に私が加勢していなかったら、全く無関係の人間になり下がってたところじゃない。でも怪我がなくてよかったわ。こんな大勢のファデュイと戦うのは大変だったでしょ。何言ってるかあんま分かんないけど、オイラたちのことは心配してくれてるんだよな。ありがとう。は？どうして憎むべき相手を心配しなきゃいけないの？でもさっき怪我がなくてよかったわって。あれはもし君たちが怪我をしていたら、手柄を横取りされただけじゃなく、私がモンド城まで君たちを運んであげなきゃいけなかったでしょ。そんなことまでさせられた日には、屈辱で君を敵として見ていたところよ。そういう意味だったのかよ。ええ、そうよ。やっぱりなんだかおかしいと思ったんだ。まあ話が通じないとまではいかないけど。初対面の人に対しておかしいだなんて、貴族どころか普通の人から見ても無礼だと思うけれど、それよりもどうして私の名前を知っているの？その礼儀のことと関係してるんだ。こいつはセピロス騎士団の栄誉騎士で、オイラたちはシューベルト・ローレンスっていう貴族を調査してるんだけど、でもその人は礼儀にすごくうるさくて、全然話を聞いてくれないんだ。なるほど、あの人はそういう人なの。私の叔父よ。でもどうして彼の調査を？なるほど。本当にいい度胸をしているのね。私の目の前で一族の悪口を言うなんて。また私の恨みを買いたいのかしら？違うぞ、神団長の依頼なんだ。それにまだ容疑の段階だからな。モンド城の人々にはローレンス家は悪者に見えるもの。そういう噂が出回ったっておかしくないわ。確かに昔残酷な支配者だったらしいから、評判もかなり悪いよな。君もそんな風に考えていたのね。その言葉忘れないわよ。え、そっちが先に言ってきたのに。面白いわ、初対面の人に3回もこんな感情を抱くなんて。こんなに面白い人と会ったのは久しぶりよ。私を訪ねたのはローレンス家の礼儀作法を学んで私の叔父と打ち解けるためよね。お、アンバーの紹介で来たんだ。問題ないわ、今からでも教えてあげる。とりあえずモンド城へ戻りましょう。人がいるところの方が練習になるから。それとこれとは別よ、代理団長の依頼やアンバーの紹介なら私も無視はできないわ。やっと来たわね。じゃあ早速一つ目の礼儀作法の授業に入るわよ。待った、やっぱり確認しておかないと安心できない。まだそのことを言っているの？君たちって私以上に気にするタイプなのね。安心して、恨みを覚えておくのとそれを返すのとはまた別よ。今はまだ復讐するような気分じゃないから。復讐も気分次第なのかよ。私は心の中に山ほどの恨みつらみを抱えているわ。復讐するにしてもしっかり順番通りにやっていかないと。君たちの番はいつになることやら。そんなにあるならオイラたちとのいざこざはなかったことにするのはどうだん？それはダメよ、考えが甘すぎるわ。私の手柄を横取りしたり悪者扱いしたり叔父を疑ったり、どれも恨むには十分な理由だと思わない？そんなに心配しないでちょうだい。少なくとも調査の一件では何もしないから。私はそこら辺に関する区切りはしっかりできているつもり。もし叔父が何もやっていないのなら
調査をしても何の問題もない。逆にもし本当に何かをやっているのなら罰を受けて当然。これが私の考え。納得した？よし、じゃあ授業に戻るわね。貴族は2つの礼儀作法を重視するの。それが言葉遣いと所作よ。まずは言葉遣いから。日常生活であろうとも貴族は独特な話し方をするの。おお、その独特な言葉遣いならオイラもうできるぞ。この恨み覚えておくわ。はあ、全然違うわ。それにおかしい。お前の真似をしたんだぞ。しかもおかしいって言っちゃダメって言ったのもお前だろ。まさかお前って普段一族の礼儀作法を守ってないのか？だって面倒じゃない。どれほど面倒かは今からやるお手本を見たら分かってくれると思うわ。うん、そうね。友達と挨拶する時の場面をやるわね。親愛なる友よ、夜明けの朝露とともに良い一日を。夜明けの、なんだ？これは朝友達に会った時に使う言葉よ。それも身分が同じくらいの相手にね。朝露とは珍しくないもの。つまり友情は価値で測るべきではないという意味よ。また互いの交友は淡き水のようにという意味も含まれているわ。もっと気をつけるべきなのはこの言葉を親友に言うと怒らせてしまうところね。え、でもさっき親愛なる友って言ってたような。確かに親愛なる友だけど、そうね、こう言ったらわかるかしら。この言葉はローレンス家では仲が良くも悪くもない友達に対して言う言葉なの。貴族はメンツを重んずるもの。普通の友達に仲が良くも悪くもない友達と明言してしまうより親愛なる友と言った方がメンツを保てるのよ。だから本当に仲のいい友達に親愛なる友なんて言葉を使ったらわざと疎外感を出しているのかと勘違いされるわ。これはまだ第一歩よ。挨拶をした後が本番。ストップストップ、もう十分だから。誰か他の人を相手に貴族との交流のお手本を見せてくれよ。それは分かった。いいわよ、私についてきなさい。適当に誰か見つけて話してみるわ。あんたローレンス家のエウルアだろ。なんか嫌な予感がするんだが。せわしき者よ、しばし立ち止まるがいい。高貴なるローレンス家から大切な話がある。厳粛にひざまずき、なんだっけ、あ、そうだった。最上位の誠意をもってして貴族の栄光を受け入れよ。突然意味のわからないことを言い出して何なんだ。待って、こういう状況になった時家訓ではどうしろってあったっけ。争いが起きた時一族の名声と尊厳を最優先すべき。そうそう、これだわ。うん、庶民としてモンドに生を賜ったこと敬意を払うべきだが、いかにしてそのようなざれ言を。ローレンス家の人間はみんな頭がおかしいのか。ローレンスが支配する時代はもう終わったんだ。何をしようと知ったことじゃない。どっか行ってくれ。だとしてもだ、何をしようと俺は関わり合いたくない。ローレンス家の人間には何も言うことはないからな。それと一つ忠告だ、モンドにいるのならローレンス家の人間にはあまり近づかない方がいい。他に用がないのなら俺はもう行く。このまま好き放題言われたら俺の堪忍袋の尾も切れそうだ。ちょっと待ってよ、もう覚えてなさい。ローレンスだからってそこまで言わなくても。大丈夫、大体予想はしてたから。他の人を当たってみましょう。うん、憔悴する者よ、高貴なるローレンス家から大切な話がある。厳粛にひざまずき最上位の誠意をもってして貴族の栄光を受け入れよ。あれ、どうして反応がないの。礼儀作法ではこれを言った後に相手が片膝をつけるのを待って、それから背筋を伸ばして見下ろしながら次の言葉を言うってあるのに。
あ、そうだ、極力相手を見つめることはせず地位の差を強調するんだった。いけない、私ずっと見ていたわ。まあいいわ、面倒だし膝をつかなくても結構よ。このまま次の言葉を言うから、ここはまず無礼者を挟んだ方がいいかしら。俺に構うな、喧嘩でも売ってんのか。ローレンス家の人間に言うことは何もない。え、またそれか。そうね、どうやらこちらの言葉に耳を貸す気はないみたい。一人であれこれ言っても意味はないから他の人を探しましょう。でも私に無礼を働いたこと忘れないわ、覚えてなさい。キンクなるものよ。もうやめてくれ、さっきまでのも全部聞こえてたよ。無駄な時間を使わせないでくれ。俺もみんなと同じ意見だ、何も言うことはない。まったく、こんな雰囲気だってのにまだ気づかないのか。落ち着いて、悪気はないんだ。もちろん彼女がセピロス騎士なのは知ってる。騎士団も見誤ることはないだろう。しかしローレンスという名前だけは何があっても消えない傷なんだ。そのローレンスの末裔が今もなおモンドを支配し、旧貴族の制度を奪還しようと企んでいる。誰もが知っていることだ。そんな状況の中、一族の話し方を隠そうともせず見せつけるなんて、我々一般人をバカにしているとしか思えない。君の言うことも、うん、一理あるわね。でもこのような扱いを受けたこと忘れないから。なんだやるってのか。言っておくが、腕っぷしじゃ勝てなくても騎士団に報告することくらいはできるからな。すまない、でも彼女にもこっちの考えを理解してもらいたかったんだ。それとこれ以上不快な思いをしたくないなら、こんなことはさっさとやめた方がいい。そう、分かったわ。彼のことは放っておいていきましょう。大丈夫、いつものことよ。他を当たりましょう。おいおい、もう十分だぞ、ひとまずやめよう。お手本を見せろとか言ったオイラが悪かったよ。みんながローレンス家の人間に対してそんな風に思ってたなんて知らなかったんだ。仕方ないのよ、有名な悪者だもの。3歳の子供だってあの話を知っているくらいなんだから、当たりがきついのも当然よ。心配しないで、普段はセピロス騎士として扱われているから多少なりとも会話はできているわ。今日は貴族の話し方をしたからあんな反応になったんでしょ。私を信じて、本当に大丈夫だから。多少なりともって、普段も似たような態度を取られることあるのか。あんな態度良くないと思うけど。仕方ないの、過ちを犯した人はこうなるのが定め、罪人は罰せられるのがこの世の道理。でも大きな過ちを犯して償いきれない場合は、町と風には記憶があるの。償うべき罪は代々伝承していく。今は私の肩にかかっているというわけ。身をもって償った一族の先祖たちと比べたら、日常生活を送る資格がある私は十分満たされているわ。それなのにオイラたちにお手本を見せてくれたのか。そう言われるとそうね。このことはしっかり覚えておくわ。いつかまとめて清算させてもらうから。さ、これ以上の詮索はなしにしましょう。私が好きにやっていることだから。でもさっきのやりとりじゃあまり勉強にはならなかったわね。結局また他の人を探さなきゃ。いいよ、こいつは頭がいい旅人なんだ。旅で遭遇した様々な仕掛けを解いてきたんだぞ。さっきので十分学べてるはずだ。そうだよな。本番の時にどうにかごまかせばいけるって。もうこれ以上エウルアを他の人と口論させるのはやめよう。なるほど、分かったのならいいわ。これで半分はもうマスターしたわね。言葉遣いに関しては貴族の美学に由来するもの、
つまり感性によるものね。しかし所作に関しては何度も特訓することが必要不可欠。これに関しては効率のいい特訓方法があるから、ドラゴンスパインに行きましょう。寒い。貴族の特訓ってこんな過酷な環境の中でやるもんなのか。貴族の所作を学ぶためにはその中にある優雅さを身につける必要があるの。どんな劣悪な環境でもね。例えばここから先を見るととても険しい山道があるでしょ。もしきちんと教養のある貴族であれば歯が体に触れることなく優雅にここを通ることができるわ。それはもう貴族じゃなくて経験豊富な冒険者だろう。でもこれなら貴族の言葉遣いを学ぶ時よりかはお前の経験が役に立つんじゃないか。オイラもそう思ったぞ。楽勝だな。自信があるみたいね。では始めましょう。優雅さを保つことに専念してね。吹き飛ばされたりするとみっともないから。上出来じゃない。私の予想よりずっといいわよ。あと少しで当たってたぞ。足手まといにならなくてよかったぜ。これでオイラたちも立派な貴族になれたんだな。いいえ、まだ始まりに過ぎないわ。さっき経験したのは一番簡単なケース。実戦ではあんな風に立ち止まって分析する機会なんてない。見て、前方に魔物を引き寄せる地脈沈積があるわね。激しい戦いの中で冷静に戦況を判断してこそ真に優雅と言えるわ。小さい頃から家族のしつけが厳しかったのよ。さ、行きましょう。やったわね。君がこんなに優秀だと思わなかったわ。雪山という環境下でも思い通りに行動できるなんて。私でも君のようにはできないかな。これならもう私から教えられることはないかも。さっき言っただろ、こいつは冒険に関してはすごく得意だって。これでオイラたちも合格ってことだよな。早くここを離れようぜ。オイラもう凍え死にそうだぞ。待って、私が褒めたのは彼よ。君に関してはまだまだ特訓が足りないわ。オイラも特訓対象だったのかよ。ええ、そうよ。特訓の時君だけそこら辺をうろうろと飛び回ったりして全く優雅じゃなかったわ。私の教えをちゃんと聞いてなかったんじゃない。そんなことないぞ。オイラはずっとお前の身の安全に注意を払ってたんだ。どんな理由であれ私の話を聞き流したことについては忘れないから。はあ、まったく。これを飲みなさい。なんだこれ。もしかしてオイラに毒を。違うわ、ホットミルクよ。凍え死にそうなんでしょ。温かいミルクでも飲んで体を温めなさい。うわ、ありがとう。でもさっきは恨めしそうに忘れないって。だからこそこんな心配をしているんじゃない。私が復讐する前に凍え死なれたら困るでしょ。だから小さいの、死なないでよね。やっぱり変な人だぞ。復讐のためにしただけよ。感謝されるようなことじゃないわ。さて、そろそろモンドに戻りましょう。所作の特訓も終わったことだし、次で最後よ。私の叔父に手土産を渡す準備をしましょう。いい考えがあるの。鹿狩りのサラのところに行きましょう。あ、エウルワ、それに栄誉騎士、こんにちは。ハンバー、また会ったな。オイラたちってつくづく縁があるよな。私もちょうど場外から戻ってきたばかりで鹿狩りへご飯を食べに来たんだ。どうせなら一緒に食べようよ。いいわね、長いこと一緒にご飯を食べていなかったものね。さあ君たちも座って、手土産のことは食べながら話しましょう。
追加で注文するものはありますか？私の叔父は漬け野菜肉炒めが好物なの。後で叔父に届けるから、これを一つテイクアウトでお願い。はい、わかりました。ただ準備に少し時間がかかりますので、後ほどカウンターまで取りに来ていただけますでしょうか？ちょっと待って、この満足サラダってアンバーが注文したの？違いますよ、彼女が野菜を注文していなかったので私からおまけとしてお出ししました。注文していないのに勝手に出すなんて、このことは忘れないから。こんなことまで覚えておくのかよ。もう初めて会ったわけじゃないんですし、私がこういう人なのは分かってますよね。では私は漬け野菜肉炒めを準備してきます。ごゆっくり。はあ、まったくサラったら、いつかまとめて生産してあげるわ。でもなんで漬け野菜肉炒めを手土産にしたんだ？そんな料理聞いたことないぞ。鹿狩りの裏メニューなのよ。おじみたいに常連客だけが知っているの。旧貴族にふさわしい味わいをしているわ。でも漬け野菜は酸味が強いから苦手な人も多くて、だんだんと誰も注文しなくなってね。エウルアに勧められて一回食べたことあるけど飲み込めなかった。だから私はあれを復讐肉炒めって呼んでるよ。私と好みが全然違うのね、意外だわ。でも思わぬところで復讐を果たせたみたいで嬉しいけど。当然よ、彼女みたいに誰にでも借りを作る子なんてモンド中探してもそういないわ。その冗談、普段なら大丈夫だけど誤解されるから栄誉騎士の前ではやめてよ。エウルアはいつも恨みやら復讐やら言ってるけど、それは彼女の生き方なだけで実際はそこまで気にしてないから。気にしているわよ、はっきりと覚えているわ。もうアンバーったら本当に憎らしい。オイラにも分かってきたぞ、エウルアって実は単純にいい人なんだって。優しくするならそんなにひねくれなくてもいいのに。小さいの、君は私みたいに罪人として扱われたことないでしょ？それはそうだけど。だったら当然知らないはずよ、悪人が善人になるのはとても困難なの。私は善人になれないし、なるつもりもない。ちょっとそんな深刻な感じにならないでよ、冗談だから。早く食べましょう、冷めてしまうわ。お腹いっぱい。サラさんのところでお会計してくるね。大丈夫よ、モラはもうお皿の下に置いたわ。直接お会計に行ったらサラはきっとあのサラダ代を受け取らないだろうから、私の復讐に対する執着を見くびらないでほしいわね。そんな隙をさらに見せるわけにはいかないわ。さて、あとは私の叔父に会うだけね。彼は清泉町近くの山上に拠点を持っているから、普段はそこにいると思うわ。え、オイラはてっきりエウルアも一緒に来るのかと思ったぞ。それは少し都合が悪いかな、私がいない方が順調に行くと思うわ。そうだ、さらにお願いしたテイクアウトを忘れないでね。私も引き続き野外調査をしてくるから、またね。え、またね。君たちって本当に面白いわ。こちらが漬け野菜肉炒めです。味が落ちないよう熱いうちに食べることをおすすめします。もしエウルワさんに何か変なことを言われたのならあまり気にしないでください。彼女実はとても優しい人ですから。なあ、聞きたいことがあるんだけど、エウルアがモンド城の人に話しかけた時、みんな彼女のことを悪く言ってたんだけど、でもさっきのエウルアとアンバー、それにサラとは仲が良さそうだし。ローレンスという姓はモンドの人にとっては拭いきれない重い意味があります。一度でもこの姓を認識してしまえば、皆さんエウルアではなくローレンスとしか見なくなるのです。ですのでエウルアさんが何をしようとも有罪になり、何をやっても無意味なのです。
じゃあどうしてサラはエウルアに対して他の人と違う考えを持ってるんだ？彼女がセピロス騎士団に入った時、それはもう大騒動になったんです。大勢の人が彼女の入団撤回を騎士団に求める署名活動を行ったほどでした。一方でローレンス家の方からも一族の人たちが騎士団へと押しかけ、エウルアさんに説明を求めました。うわぁ、両方怒ってたんだな。はい、エウルアさんがどれほどの覚悟と決心を持っていたかが伺えます。幸いにも大団長ファルカさん、そして騎士団の他の人たちも確固たる意志で入団を迎えていたため、事態は収束しました。しかしそれはただ奥深くに押し込まれただけで、根本的な解決には至っていないんです。一般人から見れば彼女は騎士団の汚点であり、ローレンス家の人から見れば彼女は一族の災いでしょう。しかし彼女はただ黙々と騎士の責務を全うし、人々を助けています。私も彼女に助けられた一人なんです。エウルアさんはみんなから理解と関心を得るべき人だと思います。少なくとも公正な扱いを受けるべきです。はい、その日がやってくることを信じています。この一件が片付いたらもう一度エウルアと話してみるよ。今ならどう彼女と接していいか分かる気がする。それは良かったです。口に出さないでしょうが、きっと彼女もすごく喜ぶはずです。では行ってらっしゃい。また来てくださいね。テントはボロボロだけど、すごく立派な椅子が一つだけある。これも貴族のこだわりの一つなのか。また貴様たちか、しつこいぞ。寛大？悪くない。うん、そうだとも。いいだろう、私も心が狭いわけではない。以前の無礼は水に流そう。何か話があるのであれば聞いてやらなくもない。うわ、すっごく上から目線だ。なるほど、同志であったか。光、すなわち貴族の栄光。貴様、実に忠義であるぞ。いいだろう、元から私の本意は貴様の品格を試すこと。やはり貴様もその道を歩むものであったか。試してたのかよ、回りくどいやつだな。うん、礼儀作法については合格だ。この短期間でよもやここまで進歩するとは。その言葉遣い、一体どこから学んだのだ。なるほど、聡明だな。モンドの愚民どもと比べ実に逸材である。貴族の血統であれば無限の未来があったはずだ。あ、そうだ、オイルたち手土産を、ご飯、些細な贈り物をどうぞ受け取ってください。なんと、これは漬け野菜肉炒め。外面を取り繕っただけでなく、しっかりと内面も磨いてきたか。今の若者でもやろうと思えばできるではないか。ちょうど長いこと食べていなかった。いや、食事の時間だ。ありがたくいただく。おお、香ばしい。やはりこの味だ。変わっていない、この酸っぱさ。これこそが貴族にのみ理解できる味である。おお、そんなに言われると味が気になってきたぞ。いいだろう、貴様たちの誠意は受け取った。ここまでしたのは何か私に用事があるからなのだろう。そこまで知っているのか。それは我々一族の機密。いいだろう、その礼儀作法、将来有望な逸材であることは間違いない。
信頼に値するトンビータ。では私について来い。ちょうど今人手が必要だったのだ。遠方から来た友に会いに行く。彼らならローレンス家の栄光を取り戻す手助けをしてくれる。礼儀作法だけでオイラたちを信用したのか。さあついてこい。それで何もかもわかる。あいつが言ってたのってファデュイじゃないよな。もしファデュイにバレたら大変だ。何か対策はあるか。おや、どうしてマスクを。そうだな、あやつらの実力が相当なものであろうとも、モンドにおいては我々の地位の方が上。そうなれば確かに容易に正体を晒すべきではないな。お前の機転が効いたおかげで怪しまれずに済んだな。では引き続き進もう。彼らには貴様が私の客人であると説明しよう。すぐに会えるだろう。少し前にセピロス騎士団の人間がこの場所を片付けたと聞いてな。モンドではやはりここが隠れるにふさわしく土地も開けている。ボロくて貴族の品格にはそぐわないが、それも我慢するしかあるまい。っていうかもう少し早く歩けないのか。無論お断りだ。貴族はいついかなる時も優雅さを保つ必要がある。落ち着きがなければみっともないからな。やっぱりファデュイだ。やっぱり。城内でよく見かけるからな。相当な実力者だろうなって思ってたんだ。ただの野蛮なよそ者だ。努力はあるが教養がない。まあ取引の対象としては利用価値があるがね。待った、この者たちは。話す必要はないと思うが、私が連れてきたんだ。客人に決まっているだろう。客人に無礼を働けばローレンス家からの咎は避けられないと思え。しかしこのことは機密中の機密、用心に越したことはない。貴族の行いを貴様が指図するな。これ以上の無駄口はごめんだ。道を開けろ。偉そうに。こいつに何ができるって言うんだ。わかった、入れ。貴族のメンツって便利なんだな。当然だ、これが名声という力だ。前世紀であれば貴族に対しあんな言葉遣いで話すなど言語道断だった。貴族の目配せ一つで人の生死を決めることだってできた。その栄光もいずれ私が取り戻す。こいつどこかで会ったような。こいつは信用できないものを勝手に連れてくるのはやめてもらいたい。私の新たな盟友だ。ローレンス家の名に誓って彼を信じてもらって構わない。我々の計画は機密なんだ。部外者を参加させるわけにはいかない。それに最近騎士団に外の人間が加入したと聞く。モンド周辺で活発に行動しているらしい。それはありえない。彼は旧貴族の礼儀作法にも詳しい。私も彼に敬意と信頼を表す必要がある。騎士団の人間はこの死のことを否定し続けてきた。こんなにも完璧に礼儀作法をわきまえるなど絶対に不可能だ。その小さいのもオイラがどうかしたか。もういい。私の言うことすら信用できなくなったのか。誰のおかげでモンドで行動できているのか忘れたわけじゃないだろうな。ローレンス家の支援がなければとっくに騎士団に追い出されていただろう。貴様は私の友を侮辱した。今すぐ心から詫びてもらう。わかった、あんたがそこまで言うならもう何も言うまい。本題に入ろう。約束していたモンド城の防衛地図は持ってきたか。早速そんな生々しい取
ああ、当然ここにある。どれどれ、なんでこんなに見づらいんだ。線がくねくねしている。それにこの四角や丸はなんだ。なんだと。それは私が長時間かけてコツコツと書いたものだぞ。それにそれは四角や丸ではない、セピロス騎士を表すマークだ。まあいい、見づらいがどうにか理解はできる。この情報が正しいという保証はあるんだな。当然だ、安心するがいい。それとローレンス家の旗を騎士団本部の屋上に掲げる約束を忘れるなよ。あの建物の所有権並びにこの町全体の管理権はローレンス家のものだ。ああ、互いに利のある取引なんだ。利益の駆け引きをするつもりはない。この情報は存分に使わせてもらう。そうだ、外交に影響を及ぼさないためにもいかなる場合でも我々の身分を明かさないでくれ。安心しろ、このことは私と貴様、そして私の友人のみが知ることだ。他には誰もいない。その時が来たら私は騎士団本部の屋上からモンドに対する奴らの軟弱な統治を批判してやる。全ての市民は今一度このローレンスに屈服するのだ。帰ってきた、私は帰ってきたぞ。最後に一つだけ忠告だ、軽率な行動はよせ。ではこれで。ではこれで。急にどうしたんだ。モンド城セピロス騎士団栄誉騎士、そしてその最高の仲間パイモン、お前たちの邪悪な計画を打ち砕きに来たぞ。私を騙しただ。我々が誇る礼儀作法と優雅さで私の信頼を騙し取ったのか。そういうことを盲目的に信頼する方が悪いんだぞ。長きにわたり計画してきたのにこんなことでバレるなど。待っていろ。はあ、やはりこうなったか。最初からこんなバカな貴族を信用すべきじゃなかったな。しかし情報は確かに手に入れた。時間を無駄にはできない。エウルア、話せ、自分で歩ける。どうやら間に合ったようね。確かにファデュイがたくさんいるわ。あれ、君もここにいたの。調査は終わった。まさかこやつの礼儀作法は全部お前が教えたのか。しかしお前はそんなこと気にもしていなかったはずだろう。それに一族のしきたりを部外者に教えるなど言語道断。ああ、そんなこともあったっけ。それでそうしちゃいけない理由でもあるの。お前は一族のタブーを犯した。私がずっと準備してきた計画を台無しにしたんだぞ。おじさんがすごく力を注いでいたのは分かっているわ。でもこれはやってはいけないこと。もちろんそれくらい知っているはず。セピロス騎士として見過ごすわけにはいかない。まだセピロス騎士などとんたわけが。いいか、私はお前の叔父だ。お前はローレンス家の人間で一族の栄光を取り戻すことに専念すべきなんだ。今ならまだ許しを請うチャンスをやろう。そこのセピロス騎士を全員やっつけて私と来い。そうすればお前のために話を通しやり直す機会を与えよう。ちょっと意味がわからないわ。セピロス騎士にセピロス騎士をやっつけろって。もう一度言う、お前はセピロス騎士などではない。我ら一族の末裔だ。ローレンス家の血が流れている貴族だ。一族の意志に従わなければならない。でも今の今まで私がいつ一族の意志に従ったというの。お前大逆無道なやつめ。怒るべきなのは私の方だと思うけど、自分がローレンス家の一員であると知りながらモンドの安全を脅かすことをしようとしているなんて、一体どれほどの人に迷惑をかけるか。そしてこのことを鎮めるために私がどれほどの人から恨みを買うか考えたことある？
私に説教しようというのか、この私に。そうよ、説教しているの。おじさんが最も大切にしているローレンス家の名においてね。私はおじさんが言っていた栄光の時代を経験したことがない。それに対する一族の強い固執も理解できないわ。それでも物事の良し悪しを判断するくらいの能力はある。自由がモンド人にもたらす意義もね。ローレンス家は絶対におじさんが考えているようにはならない。なんておぞましいんだ、一族の恥さらしめ。よもや一族にお前みたいな大逆無道な化け物が現れるとは。情緒不安定になってるぞ。優雅さのかけらもないな。何を言っているかわからないわ。彼を連れて行ってちょうだい。私と栄誉騎士はまだやるべきことがあるから。君たちが動いたということはもう決定的な証拠をつかんだということでいいのかしら。さっきこっそり見たんだけど、お前のおじさんがセピロス騎士の見回りルートといろんな情報を全部地図に書き込んでたぞ。はあ、ただの自堕落な中年かと思っていたけど、まさかここまで執着していたなんて。この一件はしっかり覚えておくわ。ひとまずその地図を回収しましょう。これね、追っている間にコピーを作られたかどうかまではわからないけど、少なくとも彼らの操り人形であるおじさんがいなければモンドに攻め入ることも容易にできないはずよ。ハデュイがお前のおじさんを頼る必要なんてあるのか。確かに。でも操り人形を通してモンドを支配するのではなく、単純に攻めるだけならこんな回りくどいやり方をしていなかったと思う。いかにファデュイでも今すぐ攻め込んでくるとは思えないわ。そうなったら彼らの相手はモンドだけにとどまらないもの。とりあえずこのことは私から代理団長に報告しておくわ。きっと彼女がきちんと処理してくれるはずよ。そうだぞ、現れるタイミングがバッチリだったぞ。それは以前私の追っていたファデュイを君たちに撃退されて手柄を奪われたでしょ。だから今回は君に復讐するために来たのよ。手柄を奪われたのなら奪い返すってね。ひひ、ここまで長い時間一緒にいるとお前の話もだんだんと分かってくるな。本当はうすうす気づいてたんだろ、こっちに何かトラブルが起きるかもしれないって。それでオイラたちとお前のおじさんを心配して正体を引き連れてきたってことだよな。復讐しに来たの？勝手に私の意思を曲げないでちょうだい。ふん。でも小さいの、見た目は賢くなさそうなのに意外と頭が働くわね。この恨み覚えておくわ。見た目は賢くないってどういうことだ。二人とも、これで私たちは深い敵同士になったわね。覚えてなさい、君たちが灰になっても絶対に忘れないんだから。おう、かかってこい。その息よ。じゃあ私は地図を騎士団に持って帰るから、後のことは私に任せて。あ、また会おうな。もちろんまた会えるわ。次会う時私をがっかりさせないでよね。